はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルということで、今回泥臭くとも勝つというところですね。さあサガン鳥栖、なかなか厳しい現状になっています。さあここからどう巻き返していくかというところでしょう。でガンボ坂も実は今3試合連続でゴールがない中状況なんで、まあオフェンスが売りのガンバ坂なんですけども、でゲーム内容は本当悪くないんですよね。ずっとゲーム内容は悪くないんだけども、実は3試合ノーゴールがついてる。まあ、昨年もやっぱ悪い時は悪かったんだけども、ただ昨年は内容も正直そのなんだろうな、結果も出ていないみたいな1年前ではあったんですけど、今年は内容はいいんだけどもね、なんか点が入らんよねみたいな、なかなかね苦しい状況で、ございます。で突出が一つ有利な部分ってサムネのところ書いているんですけども、これは一つ日程面ですね。まあ中3日ガンバが中3日に対してサガン鳥栖は1週間ね空いたんで、サガン鳥栖からしたら1週間ガンバ大阪の対策をすることができる。でガンバ大阪は鳥栖の対策の前にまずマイノス戦の対策が入ったんで、鳥栖対策っていうところでは多分ほとんど練習を今回することはできていないはずです。まあ中3日のゲームなんで、まあ体力的にも中3日と1週間だとね、やっぱ差は出る。特に試合終盤のところではね、ガンバーが鳥栖より少し早く足が止まるっていう可能性もありますが、まあただ結構サッカー選手が言うのは中3日であれば全然大丈夫と。中2日はやっぱきついけども、中3日1回の連戦であればね、まあ体力的には全然大丈夫だよねっていうのをね言われるんで、ただやっぱそれでもね中3日と1週間空いたクラブとの差っていうところも、体力面以上にガンバ大阪はサガン鳥栖の対策をする時間が、ない。まあ中3日なんで、だいたい2日間はリカバリーに当ててっていうところで、多分鳥栖の対策っていうところより1日ぐらいしかする時間がないと思うんですよね。そういうところ、まあ、体力面よりもそういう相手の対策をする時間が鳥栖は1週間でガンバは1日しかないというところ、まあもちろんミーティング等ではねやっているんでしょうけれども、ただ基本的には2日間はリカバリーに当てるのがサッカークラブの、まあ、練習のスケジュールになってきますんで、そういう有利なところやっぱ生かしていってほしいというところですね。というところでちょっとね前段階の話が何かありましたけどもね、早速やっていきましょうかね。こちらでところで、鳥栖ガンバ大阪は現在、サガン鳥栖勝ち点が4で19位というのがサガン鳥栖には、なってきます。でガンバ現在勝ち点が9で12位という、両者の今シーズンにはなってきます。でガンバね開幕当初は本当良かったんですけどもね、気づけば勝っていないよねっていうところ、まあ鳥栖もね勝ってはいないけどもね、鳥栖は直近5試合は、4敗1分け1分け4敗というところです。まあやっぱ失点っていうところですね。サッカーは無失点に抑えれば最低勝ち点値は絶対入りますね、これね。まあ、相手をゼロに抑えれば勝ち点値は 100% 入る。勝ち点1か3は絶対入るスポーツにはなりますんで、やっぱ失点のところがやっぱ気にはなる。攻撃の構築っていうのはまず守備ありきな感じが僕もね、しますんで、いい守備からいい攻撃っていうところもそうですし、まあどんなに点取ってもね、失点してしまう意味がないよねっていう。ところただ鳥栖はやっぱ両方今悪いんで、まず守備の修正というところは一つね、必要かなというところで、まあシステム変更3バックともね本当はあり得るところかもしれませんが、ただ鳥栖は今回木村誠二選手は代表選出でいないんですよね。パリオリンピック予選アジア大会アジアカップかなの方に呼ばれていますんで、まあただでさえセンターバックはそんな枚数多くない中でシステム変更、まあ後ろの枚数変更っていうのはちょっと現実的ではないというとこでしょう。だからまあ人で解決するのかなというのは感じますけどもね。でガンバもさっき言ったね、まあ3試合連続でゴールがない中状況ですね。まあ広島には引き分けている、そして京都にも引き分けて、でそっからね絶不調の札幌にも敗れて、で前の次にも敗れる。まあ正直いずれのゲームも内容は全然悪くはないんですよね。札幌戦もそうですし、前の戦もね全然内容は良くて、本当ガンバのサッカーって華麗なパスサッカーをパルス監督は目指している印象なんですけども、例えば泥臭いガンバに関してもやっぱ泥臭くやってる感じがします。まあ前回前の戦もそうですけどもね、やっぱり強度局面勝負で絶対負けませんし、まあネタラビ選手もねパスタータイプだけというわけでもなく、やっぱこうボール奪う力、ネタラビ選手何回もこの前の戦はねパスカットを
していましたし、まあ、そういうところで、まあ、やっぱチーム全体と守備の意識、守備の強度を上げていこうみたいな意識は今年のガンバは相当高い感じが、します。だからまあ泥臭くってね、あのサムネ書いてますが、これガンバも一緒ですよね。まあ、泥臭くとも勝ちたいとか、もうどんな形であれ1点欲しいっていうところには両者、なってきますんで、ここ一つ鍵にはなってくる。まあ本当ガンバもね、昨年よりも泥臭くねやってる感じがしますんで、この試合どうなるかというところでございましょうね。でこちらでところで通算対戦成績はこんな感じで、実はトストガンバはね、通算対戦成績はまあ競っている、なんならホームのゲームに関してはトスがね上回ってるというところにはなってきます。昨年のガンバ大阪戦は8月のゲームか、この試合はドロー、確か試合終盤の失点でねドローに終わったのかなっていうゲームとはに思います。でその前もドローで、その前 0-3 で、勝ってます。まあ、昨年最初のゲームで川山選手がすごいゴールを決めた、というところでございましたけども、だからまあ通算対戦成績はほぼ五分で、ホームでのゲームに関して言うとトスが上回ってる中、まあ、相性の良さもあるという両者の対戦にはなってきますね。でこちらこれが前回先発メンバーにはなってきます。まあさっき言った木村選手は今回ねいないというところになってきます。で中原選手も名前ありませんけども、まあちょっと負傷ですよね、浦和戦でね、ちょっと厳しいんじゃないかというところでしょう。だから変更があるならセンターバックにキムテヒョン選手を置いて、マラシ選手をサイドバックで使ってくるっていうのは一つあるでしょうし、まあウェービー選手はまだやっぱ復帰は難しいんですかね。そういうところでちょっとセンターバックの枚数が足りていないトスにはなってきます。まあそういう意味ではセンターバックもサイドバックもできるキムテヒョンを取ったっていうのは、まあ悪魔現状まあ良かったんじゃないかっていうところにはできますよね。でまあ、あと変化があるならマルセロ・ヒアンを使うかどうかとか、まあ、富樫が入るかどうかってところかな。どうだろうな、誰を選択するかなっていうところにはね正直なっていて、マルセロ・ヒアンが一番点取る匂いはするんだけどもねっていうのもねありますし、で富樫やっぱ守備で頑張れますよね。だから富樫はワントップよりもやっぱツートップの方が彼はいけるのかなっていうのがあって、マルセロ・ヒアンと富樫のツートップって割と僕はね、富樫がねこのマルセロ・ヒアンの周りをしっかり動いてくれて、でヒアン選手はゴールを、まあ、得点の場合とこう集中するみたいな、そういうところも僕はあっていいのかなって感じしますんで、まあ今トスのベストの前線のチョイスは451であればね、どうなんだろうな、451よりも442にしてしまって、で富樫とマルセロ・ヒアンのツートップっていうのは一つね僕はありじゃないかとかね思うんですけど、基本的にはやっぱトスはワントップとか、まあスリートップ気味ですよね。真ん中フォワード1枚のチームにはなるんで、おそらく451で行く可能性が高い。まあ44にも今年はやってますけどもね。で言うなら僕、まあ堀米をどこで使うか、なんか最近菊池選手のね動きが非常に良くて、ウィングよりも割とこう真ん中433のインサイドハーフとか、やっぱウィングよりももう一個中で見てみたいかなっていうのはちょっと個人的にはね思うところがあって、なんだこれが堀米菊池の位置は逆にしてもなんか僕は面白いのかなとかなんかね正直思っていて、やっぱ菊池ね、やっぱファーストディフェンダーとしての動きもやっぱうまいですし、で味方を使うのうまいし運ぶこともできる、まあウィングの選手なんだけども、ただ最近のやっぱうまさとかを見ているとね、やっぱこう菊池のトップ下とかもうちょっとこうゴールに近いところで見てみたいかなってのはちょっとね思うところあります。まあ前回途中からボランチとかもねやっていたんで、今回どういう使い方するか分かりませんけども、まあ、そういうところ何か変化あるかもしれません。でガンバの特徴で言うと、現在山田浩太選手と荒野選手は負傷でいないの結果、まあ遠山昌司がねウイングで使われるってところ、まあ遠山昌司なんか典型的なねセンターフォワードなんですけどね、まあ16歳でね、多分今もそうなのかな、 J1 いや J リーグか、 J リーグ史上最年少ハットトリック記録を残した遠山選手、これ多分今もね塗り替えていないですよね。まあね、そういう J リーグのに名を残してるね、16歳で J リーグ史上最年少ハットトリックでした富山商事がウィング、ただ周りの線めちゃくちゃ良かったですもんね富山商事ね。っていうところでこれ見て分かる通り、宇佐美、坂本、遠山っちゅうね、まあ宇佐美をストライカーと考えるかどうかってなんか微妙なところですけどね、ただまあ遠山、坂本っていうところ、まあ天の匂いがするストライカータイプですよね。まあ本当であれば坂本とかね、遠山選手、坂本一茶とか遠山選手がセンターフォワードをやってもおかしくないんで、まあそういうストライカータイプとか、まあ点取れる選手をまあ前線に並べてる感じがします。
します、まあ、坂本も本当はセンターフォワードタイプ2トップとか使ったら面白いかなって感じがするぐらい、まあ、点取り屋の、ね、選手なんで、まあ、そういうところで、まあ、ウィングのウェルトン選手もやっぱウィングだけどやっぱ破壊力あるドリブルが売りなんで、この、ね、前線が真ん中4枚遠山坂本っていう、ね、センターフォワードもできるストライカーがいて、でやっぱね、まあ、いろんなところで活躍できる宇佐美、宇佐美のプレスバックとかこの間良かったですもんね、マリノス戦ね。やっぱプレスバックが相当効いていた宇佐美なんで、本当この選手の攻守における今年の貢献度は高いで、ウェルトンがいるんで、まあ、本当前線ストライカータイプとか点の匂いがする選手が非常に多い、ガンボ坂になってきます。で右の福岡選手もね、ハンダリックがいないんで今先発で出てますけども、ただ本当ね守備の強度も高い選手になってきます。本当ガンバね、なんでこれで点取れてねえんだろうなって感じもねしますけども、さ、まあ何せよですけどもね、まずはこの人しっかり勝ってほしい。まあどんなメンバー、ガンバも中3日なんでね、どんなメンバーを選んでくるか。ただガンバ負傷者が多いんで、あんまりこう選択肢としてはね少ねえのかなっていう感じはしとれますけどもね。はい、でこちらってところで、数字的な話ですね。一応こんな感じの数字が並んでおります。まあ、やっぱトスの数字はあんまりよろしくはないというところ。ガンバのいいところはチャンス構築率が3位で、シュートの本数も3位。打ってんだけどもね、チャンスは作ってんだけども、最後成功率が悪いというところなんで、まあ分かりやすく得点力不足というところがガンバ今は考えられるかなというところ、まあ、数字から考えるというところですよね。で守備の指標に関してもうだんだん悪くなっててるかな、最初もっと良かった気がするんですけどね。ただまあ失点最後のところはなんとか耐えてるみたいなところですよね。相手にチャンスを与えるけどもしっかりブロック引いてタイトルに守っていこうみたいなところが非常に効いていて、シュートも打たれるんだけれども最後なんとかタイトル頑張るというところですよね。でこちら、これが90分間換算の平均スタッツにはなってきます。まあトスに関してはまあいい数字で言うと、クロスの本数は9位なんで、まあ、特別悪くはないですよね。要はまあクロスを入れるような場面、まあ、深い位置えぐってとかでサイドを突破してでゴールに近いところからクロスを入れることはできているんだけれどもっていうところで、まあ、だから裏列戦も、ね、クロスは入ってたけども、じゃあ誰にそのクロスを合わせるのか届けるのかっていう、なんか約束事が、ね、本当にあったのかっていう、ね、ぐらい、ね、ちょっとクロスのズレっていうのが非常に目立ってた。そのクロスのズレっていうのはこうタッチライン割るとかじゃなくてね、なんかそういうゴールラインの、ね、ゴレンチかね、またあのね流れるとかそういうんじゃなくて、なんていうかな、そのクロスは誰に向かって蹴ったのかっていうところがなんかねよくわからん、狙いが見えるクロスっていうのが少なかった裏合わせなんで、まあ、そういう深いところまでせっかくね運んでいるんで、そこをどういうふうにねあとはアジャストしてくるかどうかというところでしょう。でガンバ一応こんな感じの数字にはなっても、一応あの意外なんですけどね、クロスのやらてクリアか、クリアの本数3位なんですね。割とこうねクリアするよりも繋いでくるイメージがあるガンバなんですけどもね、まあ3位というところで、まあパスの本数もまあリーグ半分ぐらいかな、まあ、うん、上の方真ん中よりも少し上の数字なんですけども、ただゲームを切ってくるときは切ってくるみたいな、まあクリアして無理して繋がないとこ、そこのメリハリはねあるのかなっていう数字にはなってますね。だからまあセカンドボールってとこはちょっと鍵ですよね。でこちらで、これ今回注目選手ですね。まあ、トスからパギさん、そしてガンバからは遠山昌司ですね、を選んでおります。まあ、なんでパギさんなのかっていうところで言うと、やっぱ今のチームの現状、雰囲気がよろしくないんで、やっぱリーダーシップある、パギさんになんとかチームの雰囲気変えてほしいというところと、まあ、さっきガンバが3試合連続で今ゴールがないっていう話はしたんですけども、多分ガンバは相当今ね点取ることに執着していて、まあ3試合連続でゴールがないというところは自分たちも相当ねまあ思うところがあると、でやっぱそこプレッシャーになってると思うんで、この試合パギさんが何本かセーブすることによってガンバからしたらね、なんで決まんねえな、本当ね今点が決まんねえなみたいな、どうやったら点が決まるなみたいな、その雰囲気は持っていけるのかな、これ結構大事かなと思います。正直ね、点が取れていないチームあるあるですね、これね。点が取れていないチームあるあるとしては、本当にこうね相手ゴールキーパーが巨大な壁に見えてね、もうどうやったら点入るんですかみたいな、これでダメならどうやったら点入るんですかみたいな焦りと負の連鎖がついて点が入らんみたいなところがあるんで、逆になんかパギさんの頑張りとか、まあガンバが運んでシュートまで持ってそれを何本かセーブすることによってですけどね、要はまあ、ガンバが無得点、まあ、トスが無失点の時間を長くすることによって相手にまあプレッシャーを与えることができるんじゃないかという意味で、まあ、パギさんちょっとね選んでおります。で、まあ、
間違いなく富山商事が一皮なんか向けそうな雰囲気見せた前の戦にはなりますんで、まあ本当ね、この世代でいうと、まあ本当ナンバーワンレベルの、ね、ストライカーの富山商事、まあちょっとね、出遅れていますけども、さあ、ここから富山もプロのキャリア、本当もうちょっと早く活躍してもおかしくなかったかもしれませんけども、さあ、ウィングの富山商事の今回来たというところでございましょうかね。はい。というところがニュース、以上、プロメンテージのサッカーチャンネルでございました。よかったらさよなら。喜ぶよ、教えて。